このクソみたいな紙があるからけじめつかねえんだよ。クソみたいな状況でクソみたいな結果で満足したくないんだよね。少しチャンネル登録者伸びて満足するつもりないのに現状に満足してしまう自分がいる。もっとできるって分かってるのに、あ、これくらいでいいや、どんどんそっち側に流されていく。これが今の俺には必要な気がする。調子乗りすぎよ。ふざけてんだよ、マジで。マジで言ってんだよ、ふざけてんだって。覚悟決めろって。覚悟決まってるやつがいるんだって、世の中には。お前そいつら勝てないよ、強いんだもん。そいつら、こいつら死に物狂いなんだ、結果出すために。え、そんな死に物狂いで戦ってるやつに生ぬるくゆったり毎日生活してて勝てるわけないんだって。気が向いた時に夜遊びに来たら、女家呼んでたらね、自分の集中をそらすようなものを一切自分の生活からカットアウトする。余ったエネルギーを自分の目標、自分の理想に全て注ぐ。マジですっきりしたわ。きつい時こそやらなきゃいけないことやろうぜ。じゃあ。